今日はゴリラだぜ。アローズスクリーンのシーサです。さて本日は福島県郡山市にやってきております。今回お邪魔しておりますお店はこちら、スロット専門店のゴリラ郡山店さんです。先着入場という中ですでに多くのお客様がもう並んでらっしゃいますので、何番目の入場になるかというところからですが、第411話から工場続く街道日記、このまま節目までどれくらいプラスを伸ばせるかという実践になります。それではシーサの街道日記第418話、よろしくお願いいたします。行ってきます。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます、よろしくお願いします。さあ久しぶりに来ましたね、スロット専門店のゴリラさん。あー絆埋まった。とりあえず朝一戦国コレクション行きます。朝一、はい、今日はですね朝一こちら戦後コレクション2を選びました。で2台並んでたんですけれども、こちらの方がですね前日、まあ、ハマって単発を繰り返していると。逆に右の台はですねこう AT が戦国モードもあったんでしょう。どちらかといえば昨日へこんでる方がいいなという感じですね。早速打っていきます、よろしくお願いいたします。はい、前回はですね街道日記5連勝のあと6連勝をかけて挑んだこの戦後列、1回負けてます。で411話からまだ1回しか負けてない、その1回の騎手がこちらでしたので、今日はなんとかこれで勝って街道日記連勝を伸ばせたらなと思います。ありますけれども、結果的に負けてしまった時というのは AT 間でハマったことや初当たりが少なかったことよりも AT 中に出せなかったことを悔やんでしまうことが多いですので、まあ、多少 AT 間のハマりがあったとしてもそれをしっかり手玉でカバーできればいいなと思ってます。ですけれども、まあ、初当たりだけを見れば右の台が良かったなと。ただ大事なのはもうさっきも言ったんですけど、結果的にどっちが出るかですからね。結果が伴えばいい話です。まだ当たりがないだけ、当ててみないとわからないですよね、どうなるかなんて。はい、ここで炎も来ましたね。あのリングを履いて炎のエフェクト入った時は結構強いですから、ここからの修羅モードは期待していいと思います。
あ2回もこれが2回出ればかなり熱いと思いますよ。シラモードに行くのか合戦に行くのか、シラモードです。ゲーム数これすまだ500は超えてないんですけれども、鬼チャレがない中での500ですから結構遠く感じてしまいますね。ここまでがって出されそうな、そんな気もしますよね。まあ、よくあるんですよね、やめて次の人がバーンって出すということは。なんか視線を感じました今、続行しなさいと。わかりました、続行します。肉がそう言ってるように聞こえたのでちょっと続行したいと思います。と言ってももう842コレですけど、そこはかなり強い演出入りましたので期待していいと思います。ロザルモンが右側のカーそろそろ放電の時かなり熱い演出が入ってきてます。そろそろ放電の452ゲームです。コレ数が891コレ、これが3回目の世界チャレンジ。ここで出せなかったら終了ですね。投資が1450枚あります。できます。
セージが、ただ一発目乗り越えられればチャンスかもと、そう思いたいです。ここ今日はまだ赤棚ドロイやゲームセットで一度もできていません。重ねたいですね、1セット目で。やっと来た、着地。10ゲームですけど、やっと乗ってくれました。ここはすごさ、結局上野瀬は10ゲームのみで継続バトルとなります。1セット141枚です。ただ転覆モードの可能性はまだ残ってますので、118これまでは期待して回っていきます。ところからのスタート、チャンスです。やっと118これ以内のあたりが見れるでしょうか。参戦、ああ合戦か。来ましたね、来ました、ここで来ました。上杉謙信、高田信玄までしかいなかったんですが、このバトルの組では出てきてます。90ゲーム90これです。ここは持ち込みで当てました。さあまだこれでこの台で取り返せる可能性が残りましたね。いきます、4回目の世界戦争です。やっぱり今日はついてないんでしょうね。さあ行きましょうって言った瞬間オーバーフローです。お願いします。さあそれではエラーも解除したところで4回目の世界戦争していきます。アジアステージですから、必ず勝利が欲しいです。継続バトルを行う前に継続を決めたいセットです。ラスト1ゲームです。1セット目乗らない、ラスパスを繰り返すのは無理ですけど、ここもアジアステージに有利です。ダメですね、もう4回延長消化して単発3回2セット1回と、ダメだ。いや正直ここまでちょっと単発を繰り返して苦しくなるとは思っていませんでした。延長のあまりはもう仕方ないかなと思ってましたけど、溜まることより単発で終わってしまうことの方が僕はきつく感じます。ATK は
850枚です。もう初当たり5回引いて4回が単発、1回が2セット、これ以上は追いません。残念な結果でした。もう今日は ATK を諦めます。ちょっとノーマルタイプのコーナー見てきますね。はい、今日はですね戦国コレクション2、まあ、台がどうのというよりは AT を全く伸ばしてないですから、まあ、本当に AT 中に引けなかった自分の責任だと思ってます。初当たり5回引いて交換できる1650枚の投資から、まあ、こちら A タイプですからね、当たれば誰が打ってもある程度の枚数は取れます。いきます。1650枚、まあまくるのはもう難しいでしょう。今日はさあ先行列やばいですよね。あんだけ単発を食らって、まあ投資もそこそこ行ってるのに面白かったなって思ってる自分がやばいですよね。あーできればもっと打ちたかったな。お当たった、よし。1750枚なんで投資100枚ですね、この台では。まずはレギュラーボーナスです。750枚取り返すのはかなり難しいでしょう。マイナス1000枚切れれば嬉しいなぐらいですね今は。厳しかばい、厳しかばい。今日はのきらめきですか。それはこう瞬間的にこうビッグがこう連なるっていう、いわゆるジャグレンと言われる、そういう状況に期待して回してくださいということですか。レギュラーのあと84ゲーム持ち込んで当てました。次はビッグにしようよ。よし、バツレギュラー、ここなんすよね。当てても伸ばせません。今ぐらいのペースでビッグが来るだけでも一気に500枚ですからね、持ちコインは。ビッグとレギュラーの差1回を見れば大した枚数の差ないですけど、やっぱり重なると大きな違いが出てきますね、ノーマルタイプでも。ちょっと遠かったですね。これが5回目のボーナスとなります。持ち込み飲まれたので追加投資をしてまして、この台での投資が150枚です今。356ゲーム回しましたが2回目のビッグボーナスです。総投資は1800枚。もう取り返すのは本当に厳しい状況だと思いますけれども、1800枚あります。まあ、900枚から1000枚、半分取り返せれば今日は非常に嬉しいです。ここからはさあ、これで5回目のボーナス
ナス2回目のビッグが終了となります。ちょっと今ボーナスが飲まれてしまいましたからね、もう追加投資はしません。飲まれたら終了で、まあ、半分以上取り返したら交換したいと思います。早かったビッグの後27ゲームです。続けビッグで頼む。これでレギュラー4回目。まあでもここはクレジットの当たりなのでよかったですね。400枚くらいになります、持ち込みは。さああと1400枚です。まだまだピック来ればですね、随分持ち込み増えますけど、早めに。びっくりしたー、ちょっといちいちびっくりしてます、ゴーゴーランプで。さあレギュラーが終わってから13ゲーム、ここで3回目のビッグです。いいですね、いいですね。これで600枚から700枚という状況になりますので、うまくいけば1000枚くらい交換できるかもしれませんよ。相当うまくいけば取り返せるかもしれませんよ。やっぱりビッグが重なると早いですよね、増えるのも。おそらく持ち込みはこれで約700枚という状況になりました。ちょっとで投資の半分を取り返します。4回、結局総投資は1800枚、そしておそらく交換が700枚前後といったところでしょう。やめます。なんとか最後は交換できたんでよかったかなと思うしかありませんね。はい、ありがとうございます。最後はジャグラーでの交換ですね。アイムジャグラーアペックス731枚の交換です。投資が1800枚ありましたのでマイナス1069枚ですね。はい、実戦終了しました。今日は朝から戦国コレクション2打ちましたけれども、初当たり5回を重ねて、まあ、残念な AT を消化しましたが、まあ、最後はなんとかアイムジャグラーアペックスでの交換がありました。こちらです、731枚ですね。投資は1800枚まで広げてしまいましたので、今日はマイナス1069枚という結果でした。まあ、結果的にはそのアペックスではプラスで終われたので、まあ、ちょっと傷を抑えれてよかったかなと思ってます。はい、そして今回は久しぶりこちら福島県にお邪魔してのカイド日記でしたけれども、また近いうちにお邪魔できれば今度はしっかりリベンジさせていただきたいと思います。以上、シーサのカイド日記第418話でした。次回のカイドウ日記は、節目を目前に気合の入るシーサ、初実戦機種で見事カブト押せるか。次回シーサのカイドウ日記第419話、花の沼、次回もよろしくお願いいたします。 T-Tube 人気のパチンコパチプロ動画が無料で見られる。スケジュールをチェックして人気ライターの来店情報を受け取ったら番組収録を見に行こう。完全無料、今すぐダウンロード。